ロックス火炎放射器とは、第二次世界大戦中に、ソビエト連邦にて開発された携帯型火炎放射器の総称である。形状はランドセル型の燃料タンクの下に、燃料放射用の小型窒素充填タンクが取り付けられており、タンク部分には被弾防止用に、鉄製ガードが取り付けられている。ただし後に、簡略化され開発された後継のロックスマイナス3では、 鉄製ガードは廃止され、燃料タンクも円筒形のものに変更されている。燃料への添加方法には、当時各国の火炎放射器が採用していた、電熱式発火ではなく、寒冷地でも即座に着火ができるように、空砲添加が採用された。空砲弾薬には TT-33、拳銃などで使用されていた 7.62X25mm、トカレフ弾を利用し、 ロックス火炎放射器の特徴でもある小銃型の発射装置で火炎を放射した。搭載燃料はロックスマイナス1及びロックスマイナスにともに約9リットルの混合燃料を搭載。射程距離は25メートルから最大45メートルまでの発射が可能で10回までの空砲点火が可能だった。ソビエート連邦にて1930年に試作型のロックスマイナス1を開発。 後に改良を重ねたロックス -2 が1935年に開発され、特にロックス -2 は毒素戦中の1943年のクルスクの戦いで近距離戦にて活躍している。1942年にはロックス -2 の内部構造を簡略化し、量産性を高めたロックス -3 が開発され、ドイツ国防軍を相手に終戦まで使用している。 戦後ロックスマイナス3は1950年に開発されたルポマイナス50火炎放射器に置き換えられるまでソ連軍に使用され余剰となった一部のロックスマイナス3は朝鮮戦争にて朝鮮人民軍に供給されている。フィンランド軍によって露覚されたロックスマイナス3火炎放射器。ありがとうございます。